本日は超貴重、今話題のラプソードを体験してきました。今ので100キロちょうど。100キロちょうど。どういう軌道で行けるかって 3D で出るんで。へぇー。すでにこれ持ち運ぶのはきついっすね。ちょうど系 YouTuber。ほらはい、ちょっと抜けたらすいません。めっちゃ滑る。うよっ。20キロ。112かかるまでなんかセーブ。あ、いや、これクソロキさんさっき115ですクソロキさん115ですきました。切り上げてめっちゃスライダーだったでしょ。やっぱり倒れてます、倒れてます。プロのあのガムで遊びっすか。ラスト2つが測られちゃった。行きます。ああ、今行ったんじゃないか、これ。これ今行ったじゃないですか。はい、一瞬ラスト速度150キロ。うわあ、これは26、角度26のバレルゾーンに乗りました。やったー。108メートルです。やったー。スタート位置とりあえず。108メートル。すごい、バッと入ってたよ。で、入ってます。いきます。速さはいけんじゃないですか。おー、あー、角度が4だったんで 153.6 です。打球やばいですか。今ので乗っときゃいってましたけど、乗っちゃいってんだ。角度は長かった。ちょっと乗せるわ。次ちょっと、あー、行ったんじゃない今。あー、行ったんじゃない今。これはめっちゃいい。152.7 の角度がちょっと低かったんで 20度だったんで 83m。 あーでもまあ、ツーベースぐらいは確定っすね。角度ってむずいっすね。俺ちょうどセンター横左中間のあたり。なるほど。はい、いきます。大谷ちゃん、大谷ちゃん、大谷ちゃん、大谷ちゃん。145.3、角度が24、距離がごめんなさい、出なかったです。あ、膝ついてダメですね。よし、よし。あー、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 
先だった。135.7 の 38m。了解です。角度が9度だった。ああ、ちょっと角度上げます。いきます。うわあ、上がんない、マジで上がる、マジで上がる。54ですね、速度が154 34m。 角度は好きや、ホームランス。角度はちょっと行きます、硬いですね。あー、また同じだ、同じ上がらない。あ、あれつけてみますか。あ、そうですね、それを行きましょうか。やってみますかね。明日はい、というわけで、打球速度154だったんですけども、さらに上を目指したいということで、こちらの僕らも出しましたね、同じやつ、アスレボさんのこれをつけて打球速度が上がるのかどうかやってみたいと思います。これは僕が出したやつより濃度が高くて値段も倍以上するやつです。今回お借りします。お借りします。お願いします。これでどうなるかお願いします。じゃあ、はい、いきます。はい、あー、あれどうですか、ちょっと上がったんじゃない、ちょっと上がった、角度ちょっと上がりました、ちょっと上がりましたかね、でも少し滑って、なんすか、マジで、え、ねえ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 、やばい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 、え、いく、え、これ最高じゃない、最高、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃー、よーし、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。